今日はですね、生配信を2つ、続けてやることにしてしまいましたので、喉のケアから始めます。もうあと30分ちょっとしかないので急ぎます。喉以外が、そして多いでやっています。もうなんかスチーム出始めて、ジャン君、せっかくここに入ってるから今撮ろうと思ったのに。ジャン君、カメラが動いたから、お父ちゃんの。そしてあぐらですか。はい、生配信の15分前、喉の調子もスプレーっていうかスチームやったんだけど、どうかな。昨日よりはいいかな。はいはいはい。ではポンちゃん、生配信始まるよ。なんか線の上乗ってるよ、ポンちゃん。今23分だから、あと2分したらスタートするよ。はい。じゃあ、よろしくね。はい。愛想よくお願いします。にゃーん。にゃーんって言ったの。1部が終わったので、今度生配信第2部、なぜか8時から1時間やることになりました。本当はね、メンバーシップっていうのをやっていて、メンバーの人限定でっていう風に何度かやっているんですが、メンバーの人だけに話すような内容なんて特にないんですよね。世の中に秘密を持っていない夫婦ですので、今回は公開でやることにしました。でもメンバーの人たちがたくさん集まってくれて、その人数でやる。あ、始まった。やろ。さて、このままつながってくれ、頼む。あ、来た。よっしゃ。暗いね。すごいところに。じゃんか。さあ、これで次の放送がスタートできます。喉の調子、やっぱこれやった直後はいいね。1時間ぐらいは持つね。いいです。はい。はい、じゃんくん。じゃんくん。ジャン君、スチームは効くんだけど、1時間ぐらい喋り続けるとやっぱりダメだったね。でも頻繁にやった方が良さそうだなぁとは思いましたよ。うん。そしておやすみ。